臨町マグロ食べる家は貧しさの極み。ペットフードとかツナ缶に使われる一番安いマグロ、こんなゲスな魚を息子に食わせるなんて、我が家も物価高で貧しくなったのかな。だって人間なら最低でもキハダかメジマグロ食わないとダメでしょ。貧乏人が無理して刺身食ってるか半端ない。普段なら暴れてるけど、今年こそ一緒に相談行こう。私たちはいつまで子育てしなきゃいけないのって泣かれたしな。俺さ、産んでくださいって頼んでねえし、勝手に産んで育ててるんだから、俺の最後まで面倒見るのが当然だろ。年齢的に親が先死ぬって言うなら俺が最後まで。困らない金銭は残すべきだ。なんかわさび強すぎたかも。涙出てきた。誰か俺に本マグロ食わせてくれよ。